サンゴ離婚ありませんね。仕事はできる、そこは尊敬する。でもパパとしては別、詐欺で騒ぎ。育児もイクメンですか？割といいパパしてて。イクメン？おい泣いてるよ、うち。夫にも子供に関わってほしいし、親として一緒に取り組みたいんですけど。男ってさ、変わることが苦手なのよ。子供が生まれてなるべく家族を優先しているし、家事も育児も手伝っています。父親としては80点ぐらいだと思います。残念な夫。1月14日水曜夜10時。